高槻市内での将棋振興を推進するため、去年9月19日に浜田武市長が関西将棋会館を訪れました。そこで地方自治体では全国で初めて日本将棋連盟と包括連携協定を締結しました。今回のクローズアップナウでは高槻市と将棋の関わりについてご紹介します。真剣な眼差しで将棋を指す子どもたち。去年12月2日、大阪高槻ワイズメンズクラブの主催で第2回高槻市長杯少年少女将棋大会が開催されました。高槻市在住および市内小学校在学の小学生棋士67名が頂点を目指しました。表彰状、優勝、滝田結衣馬様、おめでとうございます。初めて準優勝なので嬉しいです。予選の時に落ちて泣いたこともあるし、トーナメント出て1回戦で負けたことある。優勝できて嬉しかったです。個人戦の全国大会の予選とかで、代表になりたいです。先日も高槻市長杯少年少女将棋大会が開かれるなど、最近将棋振興の取り組みが活発のように感じられるんですけど、市長が将棋を推進しようと考えられたきっかけを教えていただけますか。そうですね、去年6月に高槻市文化振興事業団の理事長に将棋棋士の桐山清澄球団が就任されたんですが、実は高槻にはゆかりの将棋棋士が6名もいらっしゃいまして、将棋と縁が深いんです。高槻市は歴史的にも将棋との関わりが深いそうですが。はい、高槻城跡から江戸時代将棋の駒が大量に発掘されていまして、高槻藩の将棋振興に力を入れていたようなんです。そんなことから市民の皆様にもこの将棋との関わりというのを知っていただいて、日本独自の文化でありますこの将棋を高槻でもしっかりと普及していきたいなということで始めさせていただきました。去年9月には地方自治体としては全国で初めて日本将棋連盟と協定を結ばれましたが、協定を結んだことで高槻市が日本将棋連盟と協力して将棋教室や大会を開催するなどの取り組みを一層進めることができました。こうした取り組みから将棋をもっと身近に感じてもらいまして、将棋を通じて青少年に考える力を磨いていただいて、同時に和の心も育んでもらいたいなと考えています。タイトル戦も行われるんですよね。はい、将棋の8大タイトル戦の一つ王将戦が摂津京山水館で開催されます。王将戦ですか。はい、数々のエピソードを生んだ歴史のある棋戦ですね。王将戦は7番勝負で開催されまして、先に4勝した棋士が王将に就位します。高槻ではその第2局が開催されます。去年11月24日25日には日本将棋連盟プロ棋士福崎文吾九段による子ども将棋教室が開催されました。
この教室では小学生から中学生を対象に将棋駒の名前や動かし方、基本ルールやマナーといった初心者でも楽しめるクラスと、参加者同士の対局やプロ棋士との対局といった中上級者向けクラスが設けられました。王将戦、将棋大会、そして子ども将棋教室とさまざまな取り組みを行われていますが、今後はどのようにお考えですか？はい、日本将棋連盟の方で高槻サテライト教室の開設に取り組んでおられます。それはどういった教室なんでしょうか？はい、毎週日曜日にプロ棋士による将棋指導や団員認定が受けられる教室です。5歳のお子様から中学3年生を対象に、将棋初心者から有段者まで将棋に親しんでいただこうと思っています。将棋の駒の名前もわからないというようなレベルでも参加は可能なんですか？はい、大丈夫です。将棋の駒の名前や動かし方、基本ルールやマナーなど将棋の基本から教えていただけます。参加者同士の対局やプロ棋士との対局を通じて将棋の楽しさを知ってもらいたいと思っています。将棋を通して子どもたちに何を学んでほしいと思われますか？はい、昔の棋士の言葉に将棋を通して人生の名人になれというのがあるんですが、これは将棋を通して自分自身を向上し成長してほしいという思いがあるのではないでしょうか？なるほど。先ほど市長がおっしゃった考える力を磨き和の心を育むということですね。では届きましたか。